今日はワードプレスで行うシステム開発ということで、プレミアム付き宿泊券を作った話について、紹介させてもらいます。はい、よろしくお願いします。今日はですね、僕富山県から来ました。はい、富山県って皆さんどこにあるかご存知ですかということで、東京のだいぶ左上の方ですね。行ったことはね、なかなかないかもしれないですけども、はい、で富山県こんな形ってちょっと赤い縁の形してまして、よくネットなんかで鶴が飛んでるみたいでしょって言われる画像を見たことある方いるかもしれないですけども、はい、そんな形してます。ここですね、富山県大洲市の、システムを作ってきました。富山県大洲市はさらに右上の方のちょっと薄いんですけど、富山県でも右上の方にあるところのシステムを作ってきました。ここですね、蜃気楼が見える町とかですね、あとホタルイカがたくさん取れるところで、すごくいろんな美味しい海産物がたくさんあるところです。はい、そこのシステムですね。はい、で、ちょっと遅くなりましたけど、改めまして自己紹介です。上垣聡と申します。ワードプレス歴はもう使ってだいぶ長いんですね。7年ぐらいになりまして、2.3、ワードプレス 2.3 ぐらいから使ってます。まあ、当時タグがあるかないか、タクソノミーなんていうことはちょっとまだ出てなかったぐらいですね。で、少し前にワードプレスで500万コンテンツを作った失敗話っていうのをあげまして、なかなかちょっと反響をもらったりして、もう結構前の話なんですけど、そういうふうにワードプレスを何かこうアプリケーションのプラットフォームとして使うっていうようなことをいろいろたくさんずっと経験としてやっております。はい、詳しい話はキータの方に上がってますんで、ワードプレス500万コンテンツぐらいで送ると出てくるみたいですね。はい、出身が広島県でして、ちょっとね、生しているかもしれないですけども、はい、広島、福島、富山と今来まして、常にマジョリティではなくマイノリティの都市にずっとおります。はい、東京には全然来てないんですね。インフラからプログラム担当します。デザインコーディング以外でフロントエンドは全然分からなくて、先ほどのミキさんの話もちょっとなかなかまだちょっと技術が追いついてないぐらいの状態なんですけど、割と下のレイヤーの方をずっと担当しています。はい、初めて東京で喋りますので、ちょっと緊張してるんですけど、どうぞ。いつもは富山県でアットホームな感じで質問がすぐ飛んでくるぐらいやってるんですけども、はい、温かく迎えてくれたらと思います。はい、これ僕の勤め先です。何でも屋という、住宅に関するリフォーム何でもやっております。なんかさっきお前インフラやっとるって言ったけど、そっちのインフラかよみたいな感じなんですけども、こちらの方のインフラストラクチャーも実は会社としてやっておりまして、会社名がですね、北陸基礎という会社で、ガチの基礎やのですね。IT 屋さんのインフラって言ったら、LDAP とかね、なんかマイクロソフトのあっちの方とかって言われるのが多いんですけども、うちの方はガチのインフラの方で、住宅の水漏れがあったら呼んでくださいっていうような会社やってますね。東京の人で水漏れあったんでって呼んだら、出張費別で来ますんでぜひ呼んでください。はい、これあとうちの朝の会議中です、ね、軽トラにガンガンいろんなもの積んでまして、これ社長ですね、うちの同僚です。はい、がっつりなんかインフラ屋さんじゃんって言うけど、まあ、僕は実はこういう本も一応あるんですけど、横の方でガチャガチャパソコンいじってます。はい、あとそれから一応ワードビッチ富山の方、一応じゃないですね、がっつりワードビッチの方富山の方やってまして、もし今日来られた方、東京以外の方の方とかおられたら、ぜひ富山県来てください。特に北陸の方来てください。もう年間50回以上やってまして、2012年からやってるので結構長いです。1回やってまして、地域の IT の交流の場としてやってます。北陸甲信越の方ぜひおいでくださいませ。はい、です。最近はあと福島県によくいるんで、そっちの方も、はい、交流していきたいです。はい、ということで、今日の参加者の皆さんについてちょっとお伺いしたいんですけど、朝基調講演の方でも、今日どんな方来られてますって言った時に、プログラマーさん結構多かった気がしたんですけど、どうですか、プログラマーさんの方ってどれぐらいいます？インフラプログラマー多いですね。じゃあそうじゃない方、デザイナー、コーダーさん、ディレクターさん、依頼者さんっていうと、半々ぐらいですか。ありがとうございます。なるほど、そうなんですね、わかりました。今日わりかしちょっとライトな内容でいこうと思って、どっちかというとディレクターさんとかの方が多いのかなと思って、ライト目には作ったんですけども、もう少しじゃあ掘り下げるような感じで、はい、進めていきます。はい、で今日伝えたいことなんですけれども、今回のワードキャンプ東京のテーマであるモアパブリッシングということで、ね、多分運営者の方とかもその、ね、今日の基調講演でもあった通り、その記事をまあ公開するとか、いろんな意味の公開するっていう方の書籍を出すとか出版するとかの方のパブリッシングでしたけれども、エンジニア的のプログラマ的のパブリッシング、モアパブリッシングって言われたら、まあ、CPT でパブリッシュ、カスタム投稿タイプでパブリッシュすることだと
ということでして、まあ、ポストタイプイコールパブリッシュになったらいいよねっていうことで、アプリケーションプラットフォームとしてのワードプレスを、まあ、もっとみんなに作ってもらいたい、ワードプレスこんなことができるんだっていうことで、ガンガンいろんなアプリケーションにワードプレス採用してもらえたらなというふうに思ってます。そしてまあそれがエンジニアの使命だと僕は勝手に考えてますので、はい、こんな感じですね。はい、今日の、あらましです。あ、目次です。まずあらましから、はい、こんなふうに流れていきます。はい、早速システムの概要ですね、はい、について、システムの外枠の方からプレミアム付き宿泊券というものがあったんですけども、これホテルや旅館での宿泊費用を半額負担とか半額以下負担で国の方がですね補助金出してくれて、まあ、地域の景気刺激策ということでいろいろとそういうのをやってくれました。今回のですねシステム自体は観光協会さんというところは主催でやってまして、そこから仕事をいただいてやってるんですね。今回こうやって話す内容についてはもう全部 OK でもらってまして、はい、こうやって話すことになりました。で、ですね、このシステムなんですけども、ある時ですね、今日実はちょっと一緒に来てもらってる富山県から車で送ってもらった古川さんという方がおられまして、その方からですね、ある時電話かかってきまして、夜に、なんかクーポンシステム作れんかけっていうことでお話しいただきまして、で僕はですね、まあ、あんまり深く考えずにいけますよ、でもお金の決済ちょっと大変なんで、ちょっとそれはなしにしてもらえたらいけますよというふうなことで言ったら、もうすぐですね、予算どれぐらいっていうことで、予算どれぐらいけっていうことで、で、僕もですね、すぐ簡単に考えちゃうので、なんか固定ページで適当にメール送ればいいのかなっていうことで、まあ、安くできますねなんていうふうに言って話進みまして、じゃあちょっとそこら辺のシステムはどうするかけっていうことを言って、まあ、それだったらまあ固定ページとかでいけるのかなってことで、じゃあワードプレスでいきましょうってことで今回の案件が始まりました。はい、というところで、ワードプレスに決定しました。はい、ところで皆さん、ワードプレス案件が来たら何を考えますかっていうことですけども、まあ、今回とかいろんな案件いろいろ皆さん持っておられると思うんですけども、案件がスタートした時に、まあ、デザイナーさん、まあ、今回その非エンジニア非プログラマーさんが大体半分ぐらいってことだったんですけど、デザイナーさんだったら まずやっぱワイヤーフレームですかね、よく出されるんですけども、でディレクターさんがね、まさに話持ってこられたらサイトマップとかですかね、あと上のグローバルナビゲーションのところのメニューから項目を洗い出して、あ、こんな機能ですかねっていうふうにやっていくかと思います。エンジニアさんだとどうですかねっていうことで、今回僕もこの話をもらって、あ、まず真っ先に考えたのは今回クーポン そのシステムってことで、まず真っ先に考えたのはですね、トランザクション処理ということで、多分あんまりなかなかワードプレスの案件でトランザクション処理を真っ先に考える人も今回いないのかな、今回ぐらいかな。でそんな風に考えたのもちょっと理由がありまして、同じ例があったんですね。販売開始4分で完売、鳥取県のプレミアム宿泊券、日付が2015年の4月2日にあるんですけども、このプレミアム宿泊券が凄まじすぎて、この、ね、鳥取でマット券って書いてる鳥さんのサイトが落ちるぐらいのやつがあって、1万4000枚がわずか4分で完売したってですね、やばいですね。でそれからですね、時期を同じくして203室のホテルなのに予約数千件、嵐公園です殺到かありましたよね、この間宮城県の方ですよね、なんかいろいろとこの付随したものでもいっぱい出ましたけど、でダブルブッキングしちゃったんですね、宿泊のシステム、はい、ダブルブッキングやばい。Facebook とかのですねタイムライン見てますと、じゃあ実際にダブルブッキングするシステム作ってみたのかね、結構ついてましたけど、そういうのはなっちゃってやばいですね。まあ、今回ですとクーポンを発行する、国から補助金もらってクーポン発行するっていうシステムなので、超過申し込みを受け付けてしまうと、まあ、制限枚数を超えてしまう、補助金足りなくなるんですね。これやばいと、責任問題になりますから、やばいと。ということで、この超過申し込みだけは絶対に避けたいというのが今回の案件の市場命題でした。はい、ということで、はい、というところで、じゃあ実際のシステムの概要、中身について説明していきます。ちょっと丸が3つあるようなものなんですけども、この丸3つですね、まあ、そのクーポンを発行するサイトと、その発行を受けたユーザーさんで、それからそのクーポン発行されたクーポンを持ってきてホテルで決済しなきゃいけないその管理画面、この大まかに分けて3社のロールがあって、でそれぞれに対しての管理画面をワードプレスで作るということになりました。
ちょっと分かりにくかったり細かかったりするんですけど、後ほどの全部あのスライドシェアの方でいきますので、 URL とかも全部あのスライドシェアで細かいところでいきます。はい、ですね。でじゃあ実際の画面はですね、もうこれ作っちゃったんで実際あるんですけど、実際の画面こんな感じですね。ちょっと線が薄いんですけど、まあ、フォーム、あの問い合わせフォームとか申し込みフォーム系のフォームを置きまして、でこれが各お客さんの情報ですね。でそれからあとアンケートの入力するフォーム作って、でそれから最後にあのクーポンチケットを発行してあげると、5000円分の宿泊券を3000円で購入できますよっていうあのチケットをですね、まあ、見せてあげると、そういうふうな画面ですね。なんとなくエンジニアの方だったら、あ、こうすればいいのかなということで、ちなみにこれはあのシングル PHP ですね、はい、で作られます。そういう流れになります。であとそれからですね、先ほどあった3社のところ の、まあ、あのホテル側の管理画面というのがありまして、こんな感じでなんか見覚えのある黒いテーマですよね。あと緑色の特徴的なボタンで2014でしたっけ、確か2014年です、ね、のテーマを利用して作ってます。これ管理画面です。そうなんです。またちょっと後で喋るんですけども、ワードプレスでシステム開発するときにこんな風な感じでテーマを流用できちゃうので、すごく画面周り楽なんですね。特にあの外側に見せるお客さん用の画面だと結構作ってデザイナーさん用でコーダーさん用でやらなきゃいけないんですけども、あの管理画面だったらテーマ流用したらもう大体 OK なので、こんな感じで作ってあります。あとそれからやっぱシステムなのでどうしても必要になってくるのが集計画面ということで、これもあのテーブルでガバーッと出してるだけなんですけども、ちょっと昔のね、あのオフコンとかじゃないか、もうちょっと後ぐらいにあったあの集計の画面とかはこういった帳表とか欲しがるので、こういうテーブルで組んで見てもらってます。いろんなあの集計データ出てまして、まあ、何枚発行して何枚使ってっていうのがここで出てる管理画面側ですね。はい、ということがあります。あ、もう今喋っちゃったやつ、まあ、実装したのが申し込みフォーム、管理画面、集計表などのアクセスが必要ですね。はい、でそれぞれの、画面とかの実装のポイントなんですけども、まあ、画面じゃないな、システム全体ですね、まあ、実装のポイントなんですけども、あのさっき言ったように全部カスタム投稿タイプで作ってます。チケットを1回発行するとチケットっていうカスタム投稿タイプを発行してます。でその申し込みにですね、付随する内容、お客さんの情報ですね、姓名ですとか、あと住所、電話番号、発行日、利用日、利用ホテルっていうことは全部カスタムフィールドでくっつけてます。うん、いいのか悪いのかちょっと難しいですよね。で、案件が来た最初の時にテーブル設計作って、いろいろテーブルでですね、ここがここの外部キーとか、いわゆる一般的なテーブル設計組んだんですけど、カスタムフィールドにしちゃった時点でワードプレスで言ったらポストメタに全部入るので自己参照だけで終わるっていうことになります。はい、なんですけど注意しなきゃいけないのは、もちろんあの利用ホテルはよそのタクソノミーにあってとか、そういうようなやつはやっぱ概念として制作者は知っておかなきゃいけないです。ここが崩れると一気にテーブルが崩壊していきますので注意が必要かなと思います。はい、それからですね、あと今回の開発で大変だったのは自己庫の偽装っていうのがあるんですね。あの発売期間にあの限りがあると、何月何日から何月何日までしか発行しちゃいけない、そんで発行枚数の制限まであるので、その方の時刻を偽造するのが大変でした。ワードプレスでいきますと TheDate i18n だったかなとかっていうメソッドあるんですけども、あそこにフックする形で、何日間かずらして戻すっていう風なのを挟み込んで時刻偽装しました。ですね、これがすごく大変でした。サーバーの時刻ずらせばいいっていう考えもあったんですけども、実はですね、この開発が新規案件だったこともあって、新規案件がゆえにあの開発サーバーをですね、既存のお客さんが持っておられるサーバーでやってくれっていうことだったので、サーバー側のですね、時刻をずらしてっていうことがちょっと今回できなかったので、ちょっとそこが大変でした。で、あとそれから先ほども出てきましたトランザクション処理です。はい、でトランザクション処理なんですけども、まあね、業務系のアプリとかもし開発されたことがある方だと馴染みある、データベースエンジニアの方は特に馴染みあると思うんですけど、なかなかウェブ系とかですね、トランザクション処理って何みたいな感じから始まっちゃいますよね。トランザクション処理っていうのはワードプレスで利用しているテーブルをロックして、で申し込み処理の一貫性を持たせるものなんですね。これはですね、ある人が申し込み始めたら、待って待って他の人来ないでっていうふうにして、その上で、あ、その人の申し込みを全部流して、あ、じゃあ次の人 OK ですよっていう処理を一貫性を持たせるっていうことが必要なんですね。これをやらないと、例えばその超過が起こってしまいます。はい。ですね。この発行までの邪魔をされない。そんでですね、このトランザクション処理ってなかなかワードプレスの事例はないんですね。なのでちょっとここら辺は頑張ったというか、大変だったなっていうことです。で、まあ、全然やってることってそんなに大したことでない。
ないんですけども、そのあたりについてはキータにですねコードがちょこっとだけ載ってますので、興味ある方はスライドシェアからここの右下に URL ちっちゃくあるのでポチッと飛んでみるといいかなと思います。でやってることとしては全部のテーブルをロックしてます。通常は必要最小限の法則でしたっけから、利用するテーブルだけこうロックしていけばいいんですけど、ワードプレスの場合関連するテーブルが1回処理を行うと WPDB あたりを読み始めて全部利用するので、全部一括でロックしちゃった方がお手軽です。でそうですね、開発者エンジニアさん向けに言うと、ですね、この微妙に見えるんですけど、ダラ WPDB からテーブルズってやつを取るとあれです、関連するテーブル全部くれますので、例えばプラグイン使ったら別のテーブル呼んでるとかってあるんですけど、そういうのも確か一括で全部返してくれたと思います。はい、そういうところはちょっとテクニック必要かなと思いますので、はい、というところです。それからですね、今回の開発なんですけども、開発チームを組みまして、その先ほど言ったその古川さんを、ディレクタートップと置いて、で、3名で行いました。ディレクターとデザイナーさんとプログラマーで行いました。HTML コーディングはデザインディレクターさん、古川さんの件で、もう僕は完全にシステムだけ、注力するんですね。で開発期間は、今年の4月から3ヶ月強、かけて行いました。ね、一番気になるのが予算ですよね。エンジニアさんじゃなくて特に発注者側の方とか予算なんですけど、この点についてはちょっと懇親会でぜひ古川さんに聞いてもらえればと思います。はい。ワードプレスのメリット、今回はですね、ワードプレスでそのシステム開発するにあたってのメリットについてお伝えします。チームワークが良くなることと、あと工数が削減できることですね。この2点が大きいかなと思います。はい、チームワークなんですけども、前提条件としてシステム開発以前の問題でやっぱカンパニーサイトが欲しいだとかっていうことで、わりかし地方ではですね、ワードプレスの案件が多いんですね。地方で多いって言ったんですけど、なんか都会の方だと最近減ってきてるよなんていうことは耳にするんですけど、まだ地方はもうほぼほぼワードプレスでいきましょうとか、お客さんからワードプレスの書籍多いから、なんか SEO に強いからっていうことでワードプレス支援の案件が多かったりするので、そういう意味でのそのいろいろとね、楽になることが多いです。で特に他のフレームワークを使ったっていう案件とかも耳にするんですけれども、他のフレームワークを使うとですね、大体フレームワーク決めるのってエンジニアさんでプログラマーが、俺これよく使うからって言ってフレームワーク使うんですけども、そうすると大体困るのはコーダーさんですね。ループ文の書き方わかんないとか、スマーティーは何みたいなことになるので、大変そうだなっていうふうに見てて思います。その辺はプログラマーが結構気を使って、やりやすいフレームワークを提供してあげるのがいいのかなと思いますね。はい。あとそれからですね、営業時にも提案の可否を判断しやすいということで、やっぱりディレクターさんもワードプレスだったらたくさん扱ってるので、問い合わせフォームこれ使えばいいなとか、プラグインこんなあったな、スライダー、じゃあすぐ実装できそうだな、工数どれぐらいだっていう見積もりがすごい早くなります。あと画面周りがすごく楽になることですね。これやっぱり他のフレームワークで、僕もいくつか他にフレームワーク使うんですけども、やはりすごくテーマ豊富で扱いやすいのが多いので楽ですね。この辺りの工数の削減なんですけども、先ほどありました管理画面は手抜きにしても結構大丈夫ということがあります。あとデータベース設計が非常にシンプルなので楽ちんです。ただこれはですね、デメリットもあるのでちょっと注意したいなというふうに思います。先ほどあったの加算フィールドに全部入れちゃうという件ですね、あれでデータベースがすごくシンプルになります。あと、その工数の削減というところ、対フルスクラッチや対フレームワークで考えたらやはりかなり工数は落ちますね。はい、他のところとかでもよく言われてますけど、ただし対 CMS、 例えばコンクリートパイプとかね、最近盛り上がってますけど、ああいうことで見ると同じぐらいなのかなというふうに思っています。はい、で逆にワードプレスで大変だったことは、先ほどありましたデータベース設計ですね、フレームワークにしてればって思うことたくさんあります。自国の処理がなかなかできないとか、フック足りないよとかっていうのは結構あるんですけれども、それにしても大変ですけど、コースは大体全体的に落ちるので飲み込むということですね。あとは問題が発生して諦めない頃ってあるんですけど、結構エンジニア的なですね、技術的なことってちょっと少なかったりもします。それでもかなり多いだと思いますけどね。でもうそれはワードプレスに限らずね、諦めずに夜中頑張ってっていう感じにはなっちゃいます。大変でした。大変です。はい、特にこの問題が発生したらじゃあどうするのっていうことで、ワードベンチをおすすめします。多分皆さんもワードベンチなかなかいろいろね行かれてると思いますけども、そういうとこ行くとやっぱ実際にね、結構かって実はこんな案件が出てましてっていうのをネットに言いにくいこともちょっと得たりするので、すごくいいのかなと思います。またフォーラムがありますので、フォーラムの方に書けばですね、その同じように苦しんでる人たちを誰かを救うことになるかと思いますので、すごくいいと思います。誰かに答えてくれます。ということでシステム概要の、まとめなんですけども、あ、データのまとめか。
ワードプレスで作ると画面周りが、楽になります。で、チームメンバーも楽になります。ただし、案件の特性を見て、他のフレームワークも、まあ、考慮して、もしかしたら他のフレームワークの方がいいかもしれないので、そのあたりはよくよく考えてくださいねって。あと、ワードプレスで作ると詳しくなります。そのね、最初にちょっとあったように、僕、ワードプレス触って7年くらいなんですけども、最初の方に結構、わりかしいかつめの案件っていうんですかね、そんなような感じだったので、その後で聞かれても大体結構、内側の方は答えられるようになったかなというふうに思いますので、はい、幅は広くなりますね。ということです。はい。もう最後ですけど、そう、最後に、さっきのトランザクション処理っていうところがあって、それに対しての負荷テストを行いました。ね、枚数やっぱ超過したらまずいですから、お金頼むなりますから、負荷テストを行ったんですよ。さっきありました、そのダブルブッキングしちゃうと、まずいよねってシステム屋さんとして、ということで、テストしてみたんです。実際に負荷テストやってみたんです。どんなことやったかというとですね、本番環境、実際にあるサーバーですよ。実際にもう他の、このシステム以外にも置いてあるウェブサーバーに、秒間100の申し込み入れてみたんですよ。結構な数ですね。5000枚吐く予定なんですけど、秒間100だったら、ね、何秒で ?50 秒ですか。1分ぐらいで完売する予定なんですね。で、複数拠点から疑似的に、レスト叩いてポストでボコボコ送ってみたんですよ。秒間100。まあ、DDoS 攻撃ですよね、そんなんで。で、もう付けたファイル名がアタック PHP といって、まあ、自分で付けてる割にはだいぶ悪意のある名前ですね。ちらっとだけこうなるんですけども、ループでガン回ししてるだけっていう感じです。で、それやってみた結果なんですけども、規制食らいましたね。トランザクション処理それいらないんじゃってことで、ですね、サーバー屋さんにですね、自動でですね、負荷高すぎるっていうことで、プログラムを別名にされてアクセスできなくされちゃいました。なんかそんなのだったら最初から別にトランザクション処理入れなくても、ある程度アクセスがあったら幅はけてたんじゃないかなみたいな感じがあったんですけど、まあまあそれはそれでも、そんな、ね、負荷を吐いてくれるっていうトランザクション処理もしかしたらいらなかったのかなっていうふうに思ったら、さらにですね、現在、今朝かな、昨日かな、どれぐらい5000枚中出たのかなって見たんですよ。その7月の頭からやってますんで、7、8、9、10で、あと2ヶ月あるんですよ。今3分の2まで終わったんですね。この件の発行期間が5000枚を6ヶ月で販売するうちの4ヶ月終わったんですね。あと2ヶ月しかないんですね。で、残りの枚数なんですけども、4500枚中現在2329枚ということで、約まだ半分しかないということでですね、トランザクション処理やっぱりいらなかったんじゃないかと思ってますね。なんかすごく最初から叩いてだいぶ頑張ったはずのこのトランザクション処理が目玉がいらなかったんじゃないかというわけなんですけども、ということでですね、今日ぜひ来てくださった皆さん、魚津市にぜひいらしてください。検索者でできますよ、魚津市すごくいいところです。ホタルイカと蜃気楼見えて、迷子プリンがありますので、皆さん行ったことないですよね、魚津市ね。ぜひこれを機に初めての魚津でぜひ来てくださいということで、ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。もう少々時間あるんですが、質問とかが、はい、そうですね、質問とかあればぜひ。はい、そうですね、質問とかあればぜひ。ありがとうございます。今日は管理画面を作られているということなんですが、ここでいう管理画面というのはバックヤードの人が操作する画面だと思うんですが、WP アドミンではなくてフロントエンドを見せているということでしょうか。はい、そうですね、いわゆるアドミンパネルとか管理パネルという方であるかどうかということは、それではない方ですね。地方の、その今回観光協会さんが、まあ、うちの直接のお客さんというか、お届けさんだったお客さんだったんですけども、やはりちょっと管理画面もちょっと難しいということで。なるほど。やはりボタンいくつかぐらいに、A タグいくつかぐらいにしようということになっております。はい、ありがとうございます。他にありますでしょうか。それでは、これでセッションの方を、終了させていただきたいと思います。神崎さん、ありがとうございました。ありがとうございました。